いろいろと言いたいことはあるんですけども、ね、なんせもうやっぱり、まあ、2人とも信じられないぐらい調子がいいです。本当にいいです、ね、いいです。で、今多分ツアーレベルでやってる選手でサムスノワ以上に勝ってる選手いないです。何勝何敗でしたっけ、昨日も言いましたけど、だから昨日も入れると18戦17勝。どういうこと、どういうことかっていうと、この前の大会 US オープンは負けたんですよ。トモヤノビッチで負けたんですね。で、その前の大会、前哨戦と言われる大会優勝、はい、さらにその前の大会も優勝、はい、だから優勝優勝はベスト16、全米オープンが、そしてこの大会に来て、あとサムソノワさんツアーレベルで決勝まで行って負けたことがないんです。もうね、米倉涼子かサムソノワですよ。いや本当でしょ。もう一回聞いていいですか。え、僕聞いてるんですか。米倉涼子かサムソノワ。なるほどね、失敗しませんからね、はい、そうですよ、本当にあのね、そこなんです。だからそれをあの19歳がね、これだからそんちょそこらのことではもう今のサムソノワを止められる選手って多分ツアーにいないと思うんですよ、うん、やっぱりサムソノワ の強さっていうのはもう皆さんご承知の通り、あのサーブ、昨日私がとんだ言い間違いをしましたけど、とんでもないスピードをねガンガン打ってきましたね。あのスピードボールもあるんですけど、相手がスピードに対応してるなと思った瞬間に彼女変えますから。そこなんです、ね、うまくスピード落としたり回転系に変えたりという、そういったしたたかさもあります、はい、でもやっぱり、うん、サービスとあと帰ってきた時のフォア、フォアのスイングスピード、サーブ帰ってきた時のフォア、だから要はテニス界でいうところの3球目ってやつですね。3球目のフォア、はい、このスイングスピード、うん、私のサーブの倍ぐらい速い。もうね、ご謙遜なさいまして、想像できないかもしれないですけど、今日生でご覧になったら、あのスイングスピード、ラケットが軽いのかって思うぐらい、でも聞いたら普通に通常のラケットなので。聞いたんですか。